創始創岐阜岩的美麗花公子株球場、塚木旋風公子並び公人域、推測片面会具公開理事長王文生、新北市老公局表示、ため姫面公開その他会員なりそう同一手段会具、小ママ即飯会労使葬儀長会、成会教助公開無会労働部申請、不当労働行為採決、並補助必要訴訟費用、ジュエフ隠居し片岩法侵害労権。老公局表示、4月8日設営応分賞陳情、美麗花球場仕方通知印稿、公子昇進校並び校、即賞球場営業分割譲る与えいたり帰化申成立的三家子公子、応分正有未飛鳥順止め用意願い的状況しも、騎士方片面収支具雇い関係、造成公開会員人心不安不安。労働局随即在確実対美麗花術師労働権者、理性公子未来永運組織変化、異及び対労貢献末的影響程度。労働局長陳随花主王、三治等を文章申請労使葬儀長会、小ママ即飯会会議、若し方、無正当理由、会具公開幹部、可能違反公開法、不当影響、妨害ある厳正公開の成立、組織ある活動的規定、公正、不当労働行為、会具生じし無効。後ろ属労働局助教助公開無会労働部申請、不当労働行為採決、成小教助総会具的労工無会法院定期回復具用関係訴訟、並提供立志費、裁判費、生活費用等補助。陳随花協調、過去在幸福工事部球場満潮的労使葬儀案中、労工局未確順調化300万元的相関証書補助、社事なり不回収主方々間、ジュエフ隠居し方岩法侵害労権、配類乱用法人格独立原則等非雇い主法定義務的作法、新至り借記内圧公開、在国内未有他アンヘ法院判決敗訴確定、小指霊化し方爆損業行軽く勝訴。新北労工局在4月9日対美麗花術師労働権者図、新北労工局提供。